ばんは、竹下敦です。今日はね、いろいろなご質問を受けるんで、どうしたらギターが上手くなりますかとかね、どうしたら弾けるようになりますかっていう質問にお答えしたいと思います。いろいろな教則本出てると思うんですけど、中にはね、いろいろ難しいことが書いてあったりします。これからね、ご紹介する方法で、毎日練習すれば、毎日じゃなくてもいいですけど、必ずね、弾けるようになります。はい、2つのね、ことをしましょう。まずですね、これは多分すぐに誰でもできることですから、ドレミファソラシドです。5弦で、この時音は自分の好きな音でいいです。自分でかっこいいなと思う曲、今僕はね、ズーム社の、ものを使っていますが、生音でもいいです、クリーントーンでもいいですし、もう一度やりますね。5弦からドレミファソラシド。で、ピタッと切る。そしてですね、ここからが重要なんですが、6弦からドレミファソラシドを弾きましょう。6弦から弾いてみます。全ての、ギターの、例えば早く弾くね、こういう基本です。基本の型になるんで、これをまず、運指としてね、指の動きとして覚えることで、指がそれに対応します。そうするとこういう速いフレーズね、弾けるようになります。残念ながらちょっとね、近くで、お見せできない状況なんですが、ちょっとせっかくなんで、指をね、近くでお見せしますね。はい、このような状態から、まず5弦で、はい、これがまず第一の基本です。第二の基本が6弦から始まります。はい、メッセンジャーやね、LINE なんでいただくんですが、基本となるのはこの2つだけです。この2つだけをやっていれば自然とギターを弾けるようになります。はい、いただいたね、ご質問になかなか一つ一つお答えできないので、ギターの基本というものを、今ご紹介しました。もう一度おさらいしましょう。はい、5弦からドレミファソラシドです。次に6弦からドレミファソラシドです。この2つのことをね、自分の時間があるときに、行うだけで非常にギターがね、弾けるようになります。退屈に感じるかもしれないですけど、もし退屈であれば自分なりにビブラートかけてみてください。
ドレムソロ指導をやってるうちに自然といろんなことをやりたくなりますから、そうしたらやってみればいいんです。ただそれだけのことでギターというのはね、劇的に上達していきますので、うちのねスタジオリバーサイドでも、生徒さん募集しております。はい、オンラインでのレッスンも可能です。ただですね、きちっとね、例えばマスクをするとか、そういったことを守っていただける方限定とさせていただいてます。大変申し訳ございませんが、誰でもというわけにはいかないので、やる気があって、そして最低限マスクをしたりね、まあ、手洗い消毒などをさせていただいて、レッスンを受け付けさせていただいております。こちらの方にね、メールアドレスが出ますので、気になった方はメールでご連絡いただければこちらから返信させていただきます。それではね、竹下敦がお送りいたしました。ギターの講師としてもね、活動させていただいておりますので、ギターを、ね、弾く人が増えれば私もとても嬉しい限りでございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。